じゃあもう行きます。今年の6月にアイドル祭りという全国で開かれるコンテストに出させていただいて、エリアテレビ局賞という大きな賞をいただくことができました。それでは聞いてください。あなたに恋、ごめんなさい、汗の手紙。元気でいますか？大事な人はできましたが、いつか夢は叶いますか？この道の先で覚えていますか？揺れる麦の空を探し続けていた。明日を描くともがきながら、今夢の中へ形ないものの輝きをそっとそっと抱きしめて進む人は迷いながら、揺れながら歩いてゆく。二度とない時の輝きを見つめていたい。抱きしめて進むの。ありがとうございました。語彙力ないんで、だからもうちょっとトークの方を磨けていけたらなとか、その進む脳の脳を裏声にするか地声らへんにするか、あんまり踊るの得意じゃないんで、頑張ってかっこよくできたらなって思ってます。自分にはないところを持ってる人がいっぱいいたんで、勉強になることがいっぱいありました。私の夢は歌手になって、西野カナさんとかアマルさんみたいに共感を与えられるような人になりたい。